キチャンネル。ちょっ、こんにちは。さあ、ドラフト戦略、今日は福岡ソフトバンクホークス戦です。はい、はい、リーグ制覇しましたね。うーん、ドラフトっていうところで、はい、まあ、去年は前田岩井、広瀬、村田、うん、沢柳、大山、藤田ね、はい、試合からね、うん、ドラフトはでも前田君もいい感じでね、うん、来てるからね、はい、いずれ出てきそうな、ね、感じしますね。で、岩井、沢柳、大山はもう一軍でも投げてるしね、うん、で広瀬もまあ途中出たしね、はい、っていうところでは結構将来性重視の指名かなと思いきや、うん、結構出たよね、はい、一軍の戦力としてね、うんうん、でも今年、うん、はい、どうすんやろな。まあ欲しいところで言えばやっぱ先発だよね。うん、今年の先発ローテで言えば、まあ、1年間守ったのは有原、はい、で、モイネロ、うん、スチュワートジュニア、はい、でまあ大関でしょ、うん、でまあ大津が前半は ね、うん、まあ終盤も投げたけど、うん、まあ、中ちょっといなかった時あったけど、はい、で石川が終盤投げて、ね、うん、若いピッチャーが前田とかしかいないよね。はあ、まあ、風間球太も出てけへんしなで田上もいい感じで来てるだろう、うん、であとは支配下に上がった選手はね、育成からの選手も結構いるし、はい、どうすんやろ。いや、もう即戦から即戦がいないでしょ、うんうん、でもやっぱり確かにすぐ使えるローテーション1枚あったら大きいですよね、うん、そうだね。ちょっと裏を変えて中村っていう選択しないですか。ああ、一本釣り。いやでも中村くんも一本釣りできるかどうかわからないラインじゃない。でみんな金丸が絶対まあ被るじゃん、うんうん、これ2位と3位は知ってる。2位と3位知ってるんですか。2位か3位、どっちか。だって、うん、多分3位早いから、はい、ウェバーが、うんうん、2位か3位は知ってる、はい、吉鶴翔吾へ。 お父さんコーチいるから。ああ、そうなんですか。それはあるっちゃ左足な、左足ね、うん、法政でっていうところもあるから、うん、まあ、3位とかでね、はい、この早いから、うん、このウェバーがね、3位は、はい、2位は遅いけどね。私どこのポジションも結構できる感じですよね、うん、その便利屋っていうところで、うん、後ろもできるしっていう、だからピッチャーとしていいんちゃうな、うん、僕2位知ってるんですよ。2位知ってる。2位誰。柴田獅子っす。あれ大堀高校の、うんうん、やっぱり俊平と捉えてるから、俊平と捉えてるから、もうやっぱり7人体制でいってるっていうの聞いてるから、うん、それはもう1位ちゃう。そしたらチータすごいっすよ、うん、それぐらいレッシー見てるっす。レオじゃなくて、あ、そのレオね、シシって書いてレオ、レオ柴田シシって書いてレオ、レオレオくんね。じゃあ1位あるんじゃん。いやでもやそれが外れ1位かな。あー、かもしれないですね。やっぱ最初は即戦力でやっぱりすぐ先発で使える人取る気がするんだよな、うん、金丸、中村、どっちから行くかな、うん、行きそうな気がしますね、うん、でも野手はさ、はい、キャッチャー、まあね、海の谷川原、うん、ね、渡辺陸、まあ、育成にもいっぱいいて、内野ファーストまあ山川でしょ、はい、でセカンドが牧原、三森、広瀬も控えてるね。でサードが栗原、うん、でまあ、井上が控えてる感じだもんね。ショートもいてもいいと思うけどね、次ね、次に今宮の次世代、今宮が来年34歳だから、うん、はい、まあ、川瀬がね、うん、次行ってるけど、うん、もっと若いイッツァ、イッツァがね、うん、イッツァイヒネがいいね、出てきてほしいんですけどね。そうそうそう、そのために多分ドライチで取ってると思うんだよね、うん、このイヒネが、この後継のね、そう、今宮の後継っていうところで、うん、イッツァイヒネでも2軍で198打数打ってるよ。結構打ってるよね、2軍でも、うん、1割7分7厘だけど、まあショートいてもいいと思うよ俺は、うん、その会でもいいから。それは大学高校で言ったら、いやもうどっちでもいいけどね、取れるショート、うんうん、中村、内規あるんちゃう、九州だし、内規、うん、守れる感じですか、それか打てる感じですか。いやそれ打てるのがいいよね、守るのは後では教えよう、はあ、うん、打てるじゃんショートでいいの。え、この子はどうですか、愛工大名電高校の石見相馬君、佐々木さんどこで、うん、そうそうそう、うんうんうん、広角に長打打てるショートっていう、うん、それこそ宇野真嗣があるんじゃん。王さん双日やし、ああ、出したしね、あ、野村出したし、うん、え、ショート取るとしたら下手取るんでしたっけ、下位で、うん、まあ宇
くんうまく1位2位がいければ3位でもいいけどね。あ、うん、宇野くん余ってないから3位が早いからね。 今宮の後継者とかいたんですか。いるよ。だからそれ今宮みたいな感じを取ってきた。それをその今宮みたいな感じです。選手 も同じタイプタイプみたいなのを取っていたんですけど、もうね、まあ、おそらく絶対に支給されるんですよ、うん。まあ、ロッテもこれもしかしたら取るかもしれないですけど、中央学院高校のハッサ君、これ二刀流ですよ。まあ僕はもう多分ショートすると思うんですけど、なんせやっぱり肩の強さ、ある人は胸山より肩強いって言ってました高校のこの段階で。で、まあ、身体能力の高さ、遠投 120m、 足も5秒ある、で5秒台、もうファンの中では今宮君の後継者ちゃったんです。ハッタ君これドラフト4位知ってんの。ドラフト4位ソフトバンク知ってんの、はい、4位、浦田俊介僕言うんですね。あ、はい、九州大学、足あるから、胸に本田2世 でショート長崎から海星高校から九三大やから地元やん、はい、そうですね、あるんちゃう、うん、足速いの好きやん、うん、こうあるよね、はい、可能性的には。一枚じゃ高校生ピッチャーいらないですか。もう一枚、うん、いいのいいのいるいいのね、あの、江川2世あ、江川すごいよ。すごいですね。江川さんはすごい。江川2世をちょっと探してみたんですよ。文政芸大の高校、堀江翔太郎と、なんと足掛かってるんですか、足掛か戦で19奪三振、江川さんの記録に迫るかってやつですよ。結局超えられなかったんですけど、単身が取れる高校生のピッチャー、江川2世、将来性がすごいです。ソフトバンクさん、ソフトバンク好きそうだね。あとソフトバンクある、おすすめ。おすすめ？知念、大勢、オイシックス。オイシックスから。オイシックスから。だっていいあのウエスタンでもやってるから。やってます。オイシックスと。見てるはずですしね。で外野ね。まあ育成でもね良ければ。はい、あとは海外で取れれば、沖縄出身だから。いいですね。そりゃそうだよね、知念だもん。知念で北海道なわけないよね。はい、沖縄の名前ですね、知念里奈さんとかね。え、じゃあソフトバンクにおすすめいるんですけど、なんとソフトバンクが大好きな仙台大から相原雄太投手、ミディピッチャー、これまた身長が高くて190センチ92キロ、でかいね、で去年の秋から佐々木朗希投手をお手本に下半身の使い方を変えて球速が一気に伸びて150キロ台まで来たっていう、まだまだ大学生なんですけど伸びしろを感じるピッチャーで、もう仙台大好きじゃないですか、大関投手とか、河村優斗選手とか、あの三浦瑞希投手はあれ福祉大だっけ、仙台大だよね、仙台福祉、あどっちだったっけ、ただあの福祉とか仙台結構仙台ライン好きだと思うんで、中途半端な情報ありがとうございます三浦瑞希君、私が教えた東北福祉大学、福祉大学、はい、ちょっといつもかぶせて、はい、はい、あとあれあるんちゃう、宮原俊介、はい、東海大静岡キャンプス、はい、左ね、和田もいるし、はい、左、まあ、でも高いのは多分上位で消えちゃう、上位で多分ね3位ぐらいでは消えちゃう気がするんですよ、はい、レオ行くでしょ、だから、金丸くん中村くん行ってレオ行って、レオからの宇野ちゃん、あレオからの宇野行って、でまたでもう一回ピッチャー、ピッチャーだから仙台大の相原君はどっちかって言ったら伸びしろタイプだと思うんで、ソフトバンクの育成にすごくいいなって、育成1位なんですよ、育成1位や、育成1位なんだって勝手に決めてるだけだ、勝手に決めてるいや、もしかしたらもっとね評価高いかもしれないし、分かんないですよね、からのいや、ソフトバンクはやっぱり素材がいい人いっぱい取ると思うんで、からのこれあるんちゃう、有馬圭とか、いや、いいっすよ、聖カタリナ高校、愛媛から、隣だから福岡、しかも190センチ、はい、願いよ、大きい、あとこれあるんちゃう、浦田と下流昭和、あ、めっちゃいいっすよ、佐伯鶴ヶ城、当てる違います、佐伯角城高校、佐伯角城ね、下流昭和、はい、大分だからね、大分、下流くん、高校生の中では下流くんとか、あと前橋商業の清水くんとか、堀江くんとか、まあ、有馬くんとかって、多分もうね、もうどのタイプが好きですか問題ですよ、みんな球質が良くて伸びしろ抜群なんで、そこは多分絶対プロにはかかると思うんですよ、じゃあもう1位は即戦力でいって、はい、
で2位にレオ行って、レオ行って、で3位で宇野くん行って、うん、で4位で、うん、誰行く？私あの安徳くんもいいと思うんですよね。富士大の右ピッチャー安徳くん、あの九州出身なんですよ。福岡出身で、うん、お母さんがやっぱ福岡にいるので、うん、富士大まで一人岩手行きましたけど、うん、九州に戻って投げるっていうのもいいと思うんですよね。うんうんうん、富士大は揃ってますから。そうだね。1位中村行くんじゃん、うん、ね。長崎やもん。あ、長崎か。おあるな。ね、うん。右の中村。どうなんやろな。まあでも左やな。左おらんもんな。そうですね。誰かなと思う。ああ。で下位であれちゃう？浦田俊介行くんちゃう？福岡でいうと三菱重工ウエストの西隼人投手も福岡出身だ。おお。関大。うん。関大。福岡大大濠高校から。感覚、はい、あと KMG ホールディングスの木下理人投手も福岡鶴舞高校から福岡大で社会人。おお、多いだ、うん、結構いますね。育成ちょっと掘り込みましょうか。じゃあ、うんうん、あとあの、うん、育成10位青農園の吉田投手も佐賀だよ。おお、あ、その辺も今里農林高校。うん、おそうですね、確かそうですね。え、育成何？ 10位。育成10位。育成10位って何？10位クラス。おう、今現状10位クラスなんですけど、ポテンシャルがあるんだね。じゃあそうなんですよ。潜在能力抜群、はい、これ取られたらすごいですよ。ダイヤの原石、ダイヤの原石を発掘しました、はい、しかも全部マッチしてます、うん、高校が福岡県立柏高校なんですよ、うん、出身が、うん、今大学生なんですけど、うん、神戸医療未来大学の牟田君っていうピッチャーなんですよ、うん、ここなんせね、ほんと最近の学校で、うん、なんと指導者が高橋先生、佐々木さんの推しです。へぇ、そうか、そうなんです、一番上がってきてる。そうなんです、うん、でそれの中でこの150キロを超えるピッチャーなんですね、うん、で持ってる球はスライダーとフォークで、正直言って制御力というのはやっぱりここから練習しなきゃいけないんですけど、うん、この素材っていう爆発力、うん、パワーっていう部分では僕押したいんですよね、うん、だから10位なんですよ。おー、これ現状なんですよ、これは、うん、育成をしっかり取れる学校があればね、うん、球団があればね、うんうん、牟田君を僕は多分学校はずだと思うんですけど、うん、そうだね、お送り込みたいと思います。うん、欲しいから。シャーもシャー行きましょう。お、じゃあちょっと送り込んでいいですか。あの育成に送り込んでいいですか。徳島県ナンバーワンスラッガー高校の9位、育成9位、育成9位で9位だ。いや、ちょっと失礼な気がするからさ。ポテンシャル型ね。ポテンシャル型育成5位ぐらいで、関口、シャー君、アズナブル、シャーアズナブルじゃない、シャー専用のザクとか乗ってる。え、どういうことですか。え、シャーのシャー、え、シャー専用のゲルフグ、ゲルフグ乗ってる、赤い、あ、赤、でも赤い彗星って書いてシャー君です。もう完全ガンダム。そうですよ、間違いない。そうです、はい、じゃあもうカープとかの方がいいんちゃう、赤やから。赤い彗星ね。あー、確かに。でもね、キャッチャーなんですよ。力があってナンバーワンスラッガーだで、なんとお姉ちゃん、ララーちゃん。ララ完全ガンダムやな。はい、エルメス乗ってる。知らない。ヘルメス乗ってない。エルメス乗ってない。え、どういうことですか。わかんないです。え、わかんないです。え、エルメス、うん、乗ってない。どういうことですか。ララ、うん、ララエルメス乗ってんですか。うん、知らないです。乗ってない。乗ってない。次女、うん、フラウちゃん。フラウちゃん。フラウちゃんね。セイラじゃないんや。フラウちゃん。フラウの方、はい、はい。でもやっぱりお父さんがこうね、アムロ、あの、お父さんアムロ、名前、父アムロじゃない。父は違いますね。父違う、違いますね。でもあの、やっぱりこう特殊な名前じゃないですか。で、こう学校とかで名前いじられないかなってこう心配したらしいんですけど、シャー君のクラスメートになんと、ジオ君がいて。ジオもいた。ジオ君がいた。でも、ジオもいた。嘘やろ。これは大丈夫だってなったらしいです。アムロ嫌だった。アムロいない。アムロはいない。カイ君いない。カイ、ちょっと知らないですね。カイもいなかったかな、はい、でもシャアのクラスメートにジオンがいたらしいんですよ。がいたからまあ大丈夫だってことで、うまく、本当にやってたらしいんですけど、でも本当にパワーがある高校ナンバーワンスラッガーらしいです。形良いですからね、うん、形良くて打てるキャッチャーとして、いけるらしいん でまだ多分素材型だと思うんですよ。なのでソフトバンクの育成5位ぐらい。あ、じゃあ全部つけてると赤かな。赤で、はい、赤い彗星やってきます。はい、これはもう皆さんすぐ出てきた瞬間にはぁっつって赤い彗星だ。同級生に G
ジオンいるって言ってで、見ながらシャッって言ってほしいです。シャッ、あ、いいね、いいね、いいですよね、シャッ、タイムリーとか打ったらシャーッつって、シャッってカタカナのタオル作って、はい、見ながらこう出すみたいな、あ、いい、あ、いいね、赤のタオルだ、赤のタオルでシャーッって、で、もう入場曲はもうガンダムのね、はい、だからもうシャアの方のテーマ曲だよね、はい、地球連邦だ、ガンダムの方じゃないやつね、シャアの方ね、ちょっとそれが分からないですけどね分からんのでもあるね、うん、これ見たら取られるでしょ、うんうん、しかもカイいるから、いるっす、うん、カイは、はい、あのガンキャノン乗ってるから、んガンキャノンじゃなくてカイキャノン、うん、うん、ガンダムは、はい、もう分からなくなってくるよ私何言ってくださいって全然分かんないんですよね、うん、いやこれぜひソフトバンクの育成で、うん、やっぱりちょっと光るものを見つけて取ってほしいなという2人でバッテリーと僕のムタ君とシャー君でバッテリー組んでほしいですね、うん、全然もう未来からね、沖縄からアムロ君入れて、うん、沖縄に多分アムロいると思うね、ナミエちゃんいるからね、アムロ入れて、うん、もうね、でもガンダムとコラボして、うん、はい、行こう、いやアムロっていう絶対名字の方いますか、ね、絶対いるいるいる、うん、下手したら名前もアムロいるかもしれないいるかもしれないですね、うん、それもこそガンダムファンのアムロ君っているかもしれない、そうそうそう、ね、あとセイラー呼んできてね、うん、セイラー妹だからねそうですねじゃあちょっとこれで楽しみですね、楽しみですね、本番見ていこう、これシャーク選ばれたら一瞬で見直しますよ、今日もう20分ぐらい喋ってるけど、はい、シャーしか覚えてないあと無駄覚えてください、無駄なんだ、高橋選手も、はい、どうした、